小早川隆景公が備中、笠岡を訪れていた時の話です。笠岡滞在中の隆景公の元へ隣国備前の国主浮田直家公から贈呈品が送られてきました。それはそこにべと言って岡山名産の珍しい魚でした。隆景公は家来に。夜中に備前からそこにべが送られてきた。 お前は家老たちに明日の朝ご馳走すると伝えてまれと申し付けられました命令を受けた家来は家老たちの家を明日の朝備前からそこに別殿が来訪されるので皆様途上されますようにと触れて回りました翌朝家老たちは礼服に身を包み意義を正して途上しましたが 浮田方からの使者らののの者ししきものの姿は見当たた。りませんでした不審に思いながらも出されたお膳を覗き込むと出されているのはニベ汁でした。そこで一同は家来が魚を人命と勘違いして触れ回ったことに気づき大笑いとなったということですこのあと浮田家は織田家に寝返って毛利家に攻め込んできます そんな緊張状態だったからこそ生まれた小話なのでしょう。